福島盆地の地形図。左下は、あずま火山福島盆地とは、福島県の北端に位置する盆地。旧忍の部と旧達郡にまたがる平地であることから、新立平野とも呼ぶ。南に、郡山盆地、東に、阿武熊高地、西に、大宇山脈がある。東北新幹線と山形新幹線を中心に、東北本線、大宇本線、 福島交通飯坂線、阿武熊急行が走る。北東から南西に氷坦型をしており、氷坦型の南部は福島市東部、氷坦型の北部は伊達郡郡町と国見町の南部と伊達市西部が占める。盆地の南部の福島市街地中心部にはモナドノックの忍山があり、福島盆地の象徴的な風景となっている。福島県の県庁所在地。 盆地南部の東山山六は水の瓶の悪い洗浄地のため長らく不毛の地であったが、江戸時代より推理管理技術の向上が進み、暴れ川と呼ばれた阿武熊川支流の荒川の治水にも成功し、次第に高地として開墾された。一方、幕末から盆地東部を中心に養産が盛んになり、戦前は福島盆地全体に桑畑が広がっていた。 戦後の養産業の社用化で果樹への添削が進み、現在では、盆地南部の東山麓も含めて、全国有数の果樹類の一大産地となっている。特に桃の生産が盛んである。福島西部には、個性ある温泉街が点在する場所でもあり、主に2世紀頃からの歴史を有する飯坂温泉や、高濃度の養泉で知られるこういう温泉。 土湯小景市で有名な土湯温泉などが知られている。相当深い盆地であるために、北側は東北本線、国道4号越下峠、西側には国道13号立子峠、国道115号土湯峠、国道399号鳩本峠、大宇本線板谷峠、南側には国道4号の通称不潮神の坂。 東北本線の上下線分離勾配区間と、どの方角にも、強風や降雪で、交通障害の起きやすい、交通難所が存在し、他地区に行くには必ず山越えを強いられる土地でもある。唯一、阿武熊川沿いの国道349号だけは、峠越えとならずに、角田盆地を経て、仙台平野に抜けられるが、阿武熊峡谷国とも呼ばれる愛路であるため、これはこれで難所と言える。 また、盆地と大雨山脈の山々との境には、福島盆地西煙断層帯があることが知られている。立領制で、同国軍勢が整備され、当初から、奈良時代は、福島盆地とその周辺区域全体が、道の区国の部軍であった。しかし、10世紀前半に、西側がの部軍、東側と北部が、伊達軍と、二軍に分割された。現在の福島市は、 旧忍部軍に、伊達軍の一部と足立軍の一部を加えた領域になっている。和歌で枕言葉として歌われる、忍部は福島盆地、文地釣りは福島盆地内の地名である。平安時代末期から鎌倉時代初期には、現在の東北地方ほぼ全域が欧州藤原市の勢力圏となり、福島盆地は現在の福島県中通り、合図、 おい町ま地方を支配した、欧州藤原氏の一族、忍佐藤氏の本拠地となった。福島盆地北西部の飯坂にある大鳥城が、佐藤氏の本城だった。源義経の忠実な家臣として、有名な佐藤継信、佐藤忠信兄弟も、忍佐藤氏の当領で、忍ぶ正治であった、佐藤元春の子である。源頼朝の欧州征伐では、 福島盆地北端の厚菓子山山六に、欧州藤原氏勢力は巨大な貿類を築き、この厚菓子山山六が、欧州藤原氏と鎌倉の事実上の決戦場となった。源頼朝の欧州征伐の後、関東武士である、日立入道年西の一族は、佐藤元春を破った孔により、福島盆地の忍ぶ軍、伊達軍を配慮して、伊達氏を名乗るようになり、以後、 安土桃山時代まで、伊達氏支配となる。豊臣秀吉による、伊達政宗の天保により、大見武士のガモ氏ジの支配となる。ガモ氏滅亡後、越後から上杉影勝が天保されて、江戸時代初期まで、上杉氏支配となる。この上杉氏支配下で、福島盆地内の開墾整備が急速に進み、農業生産校を大きく飛躍させた。 植杉氏の末期用紙の代償によって、忍軍、伊達軍が植杉氏から召し上げとなった後は、福島盆地内には目まぐるしく、商藩や幕僚が入り乱れて、明治維新を迎えた。なお、江戸時代前期までは、現在の福島盆地中心部である福島市外域よりも、肥沃な土地が多い福島盆地北部の阿武熊川流域の方が、経済活動が活発であり、 政治的経済的中心だった。伊達市も伝統的に盆地北部を本拠地とし、初期の福島藩も氷に築城しようと縄張りした。現在のように福島盆地南部の経済活動が活発になったのは板倉市によって福島城下の整備が進み、治水事業によって福島盆地南部の開墾が進んだ江戸時代中期以降である。福島盆地を代表する 特産品は桃である。全国有数の桃の生産地であり、福島の桃は、皇室、宮家への献上桃として指定されているなど、高品質なことでも知られている。福島盆地に所在する4自治体全てが、桃、自治体の花に指定していることからも、福島盆地を代表する特産品であることを表している。各自治体の取り組みや PR 活動について、 福島市では1963年から50年以上継続して福島の桃を中心とした果物の魅力を PR するキャンペーンガールの取り込みが行われている。観光シーズン中の福島駅新幹線ホームでの PR 活動はもちろん東京を含む首都圏や北海道、九州地方など全国の重点消費地を訪問している。 氷町では毎年8月上旬に、県上当選果式県上桃の選果、箱詰め式が取り行われている。桃に次ぐ特産品として挙げられるのが、福島市は、かやばりと呼ばれる梨の品種。伊達エリアは、安保柿と呼ばれる星柿の一種が挙げられる。典型的な内陸性盆地型機構。山形盆地や甲府盆地と同様、 夏の最高気温は35度を超える日が珍しくなく、毎年、年に数回はその日の全国最高気温をマークする。雪国というほどの降雪はなく、平野部では30センチメートルも降れば大雪で、現冬季の最低気温もマイナス10度を下回ることは、まずない。冬季の生活上の問題は、降雪よりもむしろ凍結路である。盆地の低地は、標高50メートル以下、 一方、盆地周辺部の鉱山地帯は、標高1800メートルに至るため、同じ生活圏であっても地域による気候、天気の差は大きい。桜などの花見では、福島市内だけで低地から高地まで1ヶ月以上、楽しむことができる。福島県と宮城県の県境のサルトベイ岩によって、阿武熊川がせき止められて、福島盆地全体が湖水だったという。 伊て風土器をはじめとする新たち平野古説という民間説話がある。実際に福島盆地では低地の砂岩室の地層からよく貝殻なども発見されている。しかし福島盆地と北端の平地やサルトベイワの標高は約40メートルで、対して忍山周辺の福島市街地の標高は約70メートル。忍山が島になる水位を保つのは 地形的に不可能である。また忍山が島になる水位であれば固定であるはずの場所からも、縄文、弥生時代以降の史跡が発掘されている。南関東広い地域が内海であった約6000年、前の縄文海進まで遡って考えても、縄文海進による水上昇は3メートルから5メートルであったため、福島盆地の標高で内海になることもあり得ない。実際、 福島盆地が旋回であった時代は、地質調査より確認されているが、化石化した魚介類がよく見つかる柳川層などの旋回時代は、新生代第3期の約1500万年から1600万年前の地層であり、人類登場より遥か以前のものである。現在の福島盆地の地形がほぼ出来上がったのは、第4期更新予中期の約20万年前、その後、 盆地に流れ込む河川により、盆地底一部の堆積や断球化を経て、現在の地形になった。以上のように、新たち平の古説は、地質学的にはありえない。新たち古説は、盆地全体の見た目の地形のイメージや貝殻の化石が見つかることなどから生まれた、都市伝説的風説と推察される。ありがとうございます。